秋ヶ瀬公園は、埼玉県埼玉市桜区大技、A は、大久保両野、山、久保、神田、下大久保、上大久保、町屋、西堀、道場ほか地内の荒川砂岩と鴨川右岸に、挟まれた場所に位置する埼玉県への都市公園である。荒川第一調節地内にある。指定管理者制度により、埼玉県公園緑地協会が管理、運営しており、管理センターは、 レクリエーション施設から離れた敷地東端、鴨川砂岩の桜区道場15-18に所在する。敷地は荒川沿いの羽倉橋と秋ヶ瀬橋間の南北約 3km、荒川砂岩邸内地内と鴨川右岸の間を東西に沿った約 1.5km 四方で100.1ヘクタールが開設されている。163.7ヘクタールが都市計画決定されている。 旧浦和市時代の1971年6月1日に開園した。秋ヶ瀬公園は荒川第一調節地の範囲に含まれており、荒川が増水した際の遊水地、貯水地として機能する。2019年10月の例は元年東日本台風により、東公園も冠水。2019年10月12日以降、堆積した大量の泥の撤去作業や、 修復のため、立ち入り禁止の閉鎖状態が続いている。開設時間は公式サイトを参照のこと、秋ヶ瀬ヘリポートは埼玉県が運営管理する防災ヘリポートであり、秋ヶ瀬橋の北東寄りに位置する。県の交通政策部門が公園の整備に合わせて1971年に設置したものであるが、秋ヶ瀬公園と合わせて公園事務所が管理を担っている。 投資施設は、浦和駅、西浦和駅に近いものの民間利用が事実上できないため、川島ヘリポートなどとなりた空港間のチャーターヘリコプターを運行している。夕日航空が、対岸の式市立秋ヶ瀬運動公園近くの農地を臨時着陸場の浦和西ヘリポートとして整備させ、成田国際空港間を、成田ヘリエクスプレス、浦和西として2006年10月から不定期、 就航される計画があったが、四季市側が土地利用や騒音、振動被害などについて難色を示し、秋ヶ瀬エリアからの発着は頓挫している。指定管理者一覧埼玉県公園整備に関するデータ、荒川上流直轄河川改修事業、国土交通省関東地方整備局。 h t t p w w w k t r m l i t g o j p h o n k y o k e n u k i k a k u j i g y o h y o k a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  スラッシュ A121 スラッシュ 05SIRYO スラッシュ SIRYOU1-9-1.pdf2017 年5月17日閲覧。荒川第一調節地。国土交通省関東地方整備局。荒川上流河川事務所。2019年10月27日閲覧。台風19号等の被害に対する県の対応状況について。 埼玉県2019年10月27日閲覧ありがとうございます。